ゆうこ、今日ダメになった。え？急に仕事が入った。寿司屋はキャンセルにしたから。そうなの？お仕事何時に終わるの？それはわからない。家で待っててもいい？勝手に俺の部屋に入るつもり？ダメなのかな？ダメに決まってんだろ。え、でも私たち付き合ってるよね。うん、だからどうした？付き合ってるだけであって、結婚もしてないし同棲もしてない。ただの恋人だろ。それなのに勝手に俺の許可なんか入るのか？そんなわけないよな。そんな言い方しないでよ。お前にさせられてんだよ。今日何の日か知ってるの？何が？一応二人の一年記念だよ。出た、記念日。それ祝って楽しんでるの女だけだから。なあ、もう今日会う気失せたわ。またこっちから連絡するからな。わかった。今日は一人で過ごすね。何の報告？俺との予定がなくなったんだから、優子がぼっちになるのは分かってる。その上でその発言したのか。俺さ、頭悪い女ダメなんだよな。言わなくても分かることをわざわざ口にするやつって、大抵が無能で社会のお荷物なんだよ。そこまで言わないでって。楽しみにしてて、それがなくなって落ち込んでるんだから。仕事だから仕方ないだろう。でも言う必要なくない？お前さ、俺に歯向かうつもり？誰に立てついてんのか分かってんのか？あ？ごめんなさい。だよな。俺と結婚したいんだよな。高収入の旦那ゲットしたいんだよな。高レベルで安定した生活を送りたいよな。だったら俺に口出しするな。俺に合わせて生活しろ。ごめんなさい。謝るなら最初から歯向かうな。じゃあな。はい、行ってらっしゃい。6時間後。ゆうこ、さっきはありがとう。マジでびっくりしたわ。たまたま入った店にゆうこがいるなんて、マジでラッキーすぎたわ。リュウタ、ありがとう。本当に久々すぎて楽しかった。大学生の時以来だから5年ぶりくらい？え、もうそんなに経つの？はい、時の流れは残酷です。もう我々は27歳でございます。やめて。でも5年ぶりに再会したけど、やっぱりゆうこは美人だな。え、本当に？うん、芸能人みたいだわ。冗談やめてよ。え、これ結構マジだよ。大学4年の時に告白して振られたけど、ずっと忘れられなかった。え、さっきは聞けなかったんだけど、優子って今彼氏いる？うん、いるよ。なるほど、やっぱそうだよな。うん、ごめんね。いやいや、今日も本当はデートだったんだけど、彼急に仕事が入っちゃったみたいでさ。マジか。何してる人なの？ IT 会社の社長さん。え、マジで？うん。さすが優子だな。そりゃそうか。それだけ美人なんだったら、そういう金持ち捕まえられるよな。悔しがってくれたの？当たり前だろ。実は今日会ってまた好きになってて、今もし彼氏がいないんだったらそのまま告白しようとしてたけど、やっぱ無理だったわ。リュウタは優しそうだね。あ、分かっちゃう？俺は優しいぞ。てか、若干めめしいところがある。めめしいところ？なんかデートの予定すげえ立てたり、記念日とか絶対会うようにするとか。え？昔付き合ってた女に惹かれたことあるわ。細かすぎって。素敵だと思うよ。マジ？優子に言われたら嬉しいわ。今日は本当ありがとう。俺は俺でいい人見つけるからさ、お互い幸せになろうな。うん、ありがとう。1週間後。ねえ、せいや。あ、何？私の香水が減ってるんだけど。香水？うん、せいやの家に置いてた香水。絶対誰か使ってるよね。知らねえよ。自分で使ったんじゃないの？違う、絶対減ってる。何が言いたいの？誰か部屋に呼んでる。浮気疑ってんのか？考えたくはないけど。もう面倒だから言うわ。浮気はしてるよ。え？当たり前だろ。男なんて浮気する生き物なんだよ。一人の女性に個室なんか無理。いろんな女抱きてんだよ。特に俺は大金持ちだからさ、モデルとか平気で抱けるんだよ。それを彼女がいるから我慢しろって。いや、無理無理。人生一度きりなんだから楽しんだもの勝ちなんだよ。むしろそれが俺の生きる糧なんだよ。なんか文句あるか？浮気してたのは知ってたよ。は？記念日の日もそうだよね。シャンプーの量も異常に減ってるし、長い髪の毛はいっぱい落ちてたし。お前こそ何が言いてんだ。浮気はやめないつもり？当たり前だろ。また同じ話させるつもりか？これだから無能は。私は何番目の女なのかな？は？
彼女って言っても一番じゃないよね。逆に聞くけど、一番だと思う？その顔で。え？お前、自分で自分のこと何点だと思う？何それ。この間、うちの会社の PR に来たモデル、あの子に勝ってると思うか？残念ながらダブルスコアで負けてるぞ。あの子は胸も大きいし、くびれもあるし、顔はロリだし、マジで女として100点だわ。それに比べて、優子、お前はどうだ？確かに一般的には綺麗かもしれない。でも所詮は一般人レベル、俺には釣り合わない女だよ。正直1年付き合っただけでも涙流して感謝してほしいくらいだわ。そんな風に思ってたんだ。ショックすぎて涙も出ない。お前の今の気持ちを実況してほしいって言ったが、言ってないだろ。だったら語るな、キモい。どうせこんだけ言われても別れないんだろう。俺と結婚したいんだろう。だったら文句言うな。分かったか？もういい、別れる。は？別れます。本気か？本気です。あ、そう。本当にいいんだな。うん、もう限界。ここまで言われて付き合う意味ない。バカだな。絶対後悔するぞ。意地張って感情論で決める、これだから無能は困るよ。ちょうど乗り換えたいと思ってたし、ごねられると思ったからよかったわ。じゃあな。さようなら。1時間後。リュータ、今日って何してる？よかったら飲みにでもどうかな？今日は空いてる。でも飲みには行けないな。え、なんで？だって俺は優子のこと好きだし、お酒飲んだら判断鈍るかもだし、彼氏いるんだから二人はな。別れた。え？さっき別れてきた。マジで？なんで？浮気されたり罵倒されたり、とにかくいろいろあるんだけどね。なんかもうしんどくて。辛かったんだ。俺でよかったら話聞くよ。ありがとう。こんなことリュウダにしか言えなくて。頼ってくれて嬉しいよ。時間はどうする？私今からいつでも行けるよ。あ、俺もちょうど暇してた。まだ飯には早いから、どこかカフェ入って少し話して、そこから美味しいもの食べに行く。行きたい。よし、決まり。どこにいる？今新宿にいる。オッケー、そっち方面行く。はーい。翌日。リュウタ、ありがとう。結局朝まで付き合わせちゃって本当にありがとう。いや、全然問題ない。てか俺は嬉しいからな、優子と朝まで一緒に入れて。ありがとう。なあ優子、今じゃなくていい。心が落ち着いてからでいいから、俺のことを男として見てほしい。リュウタ、見た目は普通だし、金持ちでもない、本当に凡人の中の凡人だけど、優子のことを愛してる。昨日改めてそう思ったよ。ありがとう。ちょっと時間かかるかもだけど、それでもいいかな？うん、大丈夫。俺はいつまでも待ってるよ。本当に優しいね。普通だよ、優子は幸せになるべき。ありがとう、本当に。じゃあまたな。今日も会いたい。え？時間空いてるならでいいけど、今日会いたい。ダメ？ダメじゃない、嬉しいよ。うん、会ってすぐに返事したい。やばい、にやけた。私もにやけてる。絶対可愛いじゃん。写真くれる？無理、恥ずかしい。やばい、早く会いたい。うん、会いたいね。仕事終わったらすぐ連絡する。オッケー、俺もすぐ迎えに行く。半年後。優子、そろそろ帰ってこい。どうせ寂しくしてるんだろう。半年も会わなくなったらさすがにいろいろ溜まってんだろう。俺が解消してやるよ。帰ってこい、優子。どうしたの、いきなり。寂しくしてるんだろう。別に。強がらなくていいから。私のことは興味ないでしょ。モデルの女と遊んでなよ。実は連絡が取れなくなった。というか、やべえ女だった。そうなの？散々ご飯とかおごってやったし、プレゼントもあげたのに、急に記録もつかなくなったんだよ。本当に恩知らずだよ。それに加えて他の男といたんだぞ。そいつがまたやべえやつで、対処するの大変だったんだ。なゆこ、今すぐ来い。金ないのでバレたんじゃない？え？知り合いの人から聞いたよ。会社の経営傾いてて、資金集めに必死なんだよね。なんでそのことを？だから話聞いたんだって。本当なんだよね？まあそうだな。そりゃ金目当ての女は去るよ。私みたいにお金じゃなくて人に惚れてる人じゃないと。違う？そうかもな。実は優子と別れた時からもうすでにいろいろ怪しくなってて、俺がイライラしてたのもその資金繰りからなんだ。本当に優子には迷惑かけた。今はもう一からやり直すつもりで、心も入れ替えるからさ。だから帰ってきてくれ。彼氏できたので無理です。え？じゃあ資金集め頑張ってね。さようなら。ちょっと待てよ、彼氏って誰だよ。そんな相手見つけたのか？うん、
割とすぐにね。どこの金持ちだ、どこの社長だ、そんなやつ俺がすぐに超えてやる。だからこっちに帰ってこい。普通の一般人だよ。金持ちでも何でもない人、ただの私の大学の同級生。は？でも本当に優しいの、だからお付き合いしたの。ちょっと待ってくれよ、そんな人生でいいのか。そんな一般人と結婚なんかしてもいつまでも仕事辞められないし、タワーマンションに住めないし、世界一周旅行もできないし、その他の贅沢できないんだぞ。人生捨てていいのか。俺といる方が幸せになれるぞ。私思ったんだよね、お金は幸せになるための手段って。は？確かに金で解決する問題もある。いいご飯食べられたり、いいところ住めたり、でもそれがなくても幸せなんだったら、それはすごいことじゃない。私はお金で左右されるのがもう嫌なの。この人といるだけで幸せ。私はそんな男性に出会ったの。欲まみれのあんたとはもうおさらば。元気でね、バイバイ。待ってくれ、お前が必要なんだよ優子。頼む、戻ってきてくれ。俺変わるから、絶対成功して夢見させるから、だから頼むよ。遠くから応援してます。後日談。こんばんは、優子です。聖夜の会社はどうやら脱税とギャラの未払いが原因で信用を失っていたみたいです。詳しいことはよくわかりませんが、会社の儲けをモデルに貢いでいたのでしょうか。今は資金繰りに奔走しているそうですが、信頼を失った聖夜に金を貸してくれる人などおらず、倒産して自己破産をしたそうです。私は龍太と付き合って毎日楽しく過ごしています。決して華やかではありませんが、龍太と一緒なら幸せだなと思いながら生きています。皆さんにも最高のパートナーが見つかりますように。